こんにちは、こんばんは。今日はですね、こちら AE86 のデスビについてね、やっていこうと思います。今この個体が私の86で使用しているもので、まあ後の2つはまあオークションでね、手に入れたものになります。こいつはですね、ちょっといじりまして、ピックアップセンサーが、反応のいいものに変わってます。なのでデスビの、まあ、反応がいいので、まあ、レスポンスであったり点火がね強くなるピックアップセンサーになってます。このチューニングはいいと思いますね。このトヨタのこの時代のピックアップセンサーっていうのは駆動電圧がね低いんで、どうしてもまあ反応がまあ悪、まあ反応が悪いという言い方になるんですかね。まあフルコン化するにはね、こういうピックアップセンサーをいいものに変えてあげるっていうチューニングはねかなりありだと思います。でこいつはねそういうチューニングがしてあります。でこの個体はもうこの状態ですね。なのでピックアップセンサーもついてないので、これをまあフルコン化するときとかにこいつを加工しようかなと今のところは考えております。まあこういう感じでね、いろいろ AE86 のデスビについてもかなりねオーバーホールであったりチューニングしてるんで、デスビ関連でやってほしいなということがあれば、ぜひぜひお問い合わせください。まあフルコン化するんだったら、まあ86はねダイレクトイグニッション化とかしようと思うと、デスビはね改造必須なので、まあぜひぜひご相談ください。 AE92 の後期とか、あと 4AGZ ターボ用のデスビだと同時点火であったり、そういう使い方でね、そのデスビを使用すると、まあ改造なしでポン付けでね使用することも可能ですね。まあ使用方法をちょっと工夫しないといけないですけど、脱線しちゃったんですけど、今日はまあとりあえず本当はねこの今ある中でフルオーバーホールする動画を撮りたかったんですけど、こいつ今使ってる、でこいつはね次リンク化するときに使用したい、でこいつはねまだ部品が全部揃ってないっていうので、ちょっとフルオーバーホールする動画が撮れないので、とりあえず今この状態のこのデスビちゃんをまあ分解していこうかなと思います。でおそらくデスビがねオイル漏れとかして、個人でね交換とかされる方はここのオーリングと、あとこの溝にはまるオーリングがあるんですけど、まあそこだけ交換してねパッとつけてしまう方が多いんじゃないかなと思います。軽いオイル漏れだとねそれでね止まることもあるんですけど、やはりもう年代物になってますから、それだけではねオイル漏れが止まりません。でなぜかというと、まあ、ここですね、この回転するここにオイルシールがあるんですけど、そこのオイルシールがへたってしまってね、もうここからじゃじゃ漏れ、油が入ってきてオイル漏れが止まらないという症状に至ってると思います。一度もオーバーホールしたことない方はね、一度分解してやった方がいいんじゃないかなと思いますので、今からねこいつをオーバーホールする方法、分解作業をやっていこうかなと思います。やることは簡単なんですよね。ここのピンを削って取る、じゃあこのギアがパコッと取れるんで、そこまでいけばこの軸が抜けます。ここのオイルシールを交換して再組み付けするという手順になります。一番難しいというか手こずるのが、やはりここのピンの破壊ですね。このピンは両側から、押し縮められて膨らんでるので、こう押してあげてもね抜けません。なので頭を削ってあげるか、
このピンごとね、こう貫通させて穴開けてあげる必要があります。まあ、ここをさえ取れれば後の作業はかなり簡単なのでね、今からやっていこうかなと思います。はい、じゃあポンチで印作って開けていきましょう。まあまずは細いのからやった方がいいかな。2ミリです。電車のチェーンを短くするときとかに使う工具にね、こういう部品あるんですよ。中が開いてる、入るようなね、こういう工具があって、下側をこの工具で支えて、上側をねこんな感じでこういう棒でね押さえて、まあ圧入したらね綺麗に取れるんじゃないかなと思います。こんな状態でね、下側に工具を持ってきています。もうここまで抜けてれば、こういうペンチとかねじりながら全然取れますね簡単に取れました。ここのピンがね綺麗に取れました。で、取れたらこのギアをね、スライドさせます。で、取り外した部品こんな感じです。まあギアが綺麗なんでね、全然使えます。うん、欠けてる割れてるもないね。この中のプラスネジ2つ取ります。はい、無事外せましたね。おそらくこれは一度もねオーバーホールされてないんだろうね。ここまで来れば外れるかな。まあこういう台座もねついてますね。よいしょ、よいしょ、ほい、外れましたね案外綺麗だね。で、オイルシールがここに見えるかな、黒いのいますよね、中に。これがオイルシールです。で、オイルシール向きがあるんでね、ちゃんと守ってください。これがベアリングですね。まあ最初に言うべきことだったかもしれないんですけど、こういうベアリングとかオイルシールとか、ちゃんとしたねメーカー品を選定して、まあ強度とかね、そういうのも考慮した上で選定したものをオーバーホールキットとしてねヤフオクに出品しておりますのでね、ぜひ、興味のある方はねそちらをご購入ください。新品にしようと思うと、まあ圧入か何かで、まあ、引っこ抜けばいいですかね。このオイルシールも逆側から叩けば抜けるかな。反対側から叩けば抜けそうですね。じゃあオイルシールを取っていきましょう。取れるというより劣化しすぎて割れるワッシャーをちょっとかまして引っ掛けさせて、まあ圧入器具でね押し出して取ってやろうかなと思います。取れたかな。こんな感じでね取れました。ちょっと私が持ってるオイルシールとは違うんで、かなりボロボロで、おそらくメーカー品じゃないんで劣化が早いんですよね。で、今回使っていくものは、ちゃんとしたメーカーものの、まあ、高いやつをね、使用していきます。オイルシールがはまってたところがこちらですね。もう、ゴム部分のボロボロの破片が残ってます。基本オイルに使ってたみたいなので、普通に
洗浄すれば使えそうですね。はい、じゃあ続いてこちらのベアリングをね抜いていきます。でも全然周りがめちゃくちゃ悪いですね。こういったねものを使ってまあここにかまして、で上からこの棒を圧入器具でね押してあげます。こんな感じでいい感じかな。じゃあ抜いていきましょう。こんな感じにセットして圧入器具でね外していきましょう。残りはベアリングの厚さ分は他のものでね押してあげます。 M10 のボルトが今ちょうどなんでこれでいきましょうかね。よし、いきましたね。はい、取れました。で、オイルシールからここまでのねどれぐらい入れるかっていう距離はね決まってます。この辺は研磨して、まあ、できるだけ取り除いていきたいと思います。はい、とりあえず一通り分解終わりました。今回はねこいつをオーバーホールして使うとかではなくて、とりあえず分解してみて、でこいつ部品が足りてないものですから、今のところは、まあ、ストック部品としてね置いとこうと思います。なのでまあこの後洗浄して保管ですかね。すごいね劣化が。まあ定期交換ねした方がいいでしょうね。ここのオイルシールとかもねかなり摩耗するので、3年に1回ぐらいはオーバーホールした方がいいんじゃないかなと思います。ということでね、前々の動画から言ってるとは思うんですけど、まあオイルシールであったり、あとここにはめるピンですね。一部ね、ほんのごく一部ですけど、粗悪品が出てるので、そういう商品にはねお気をつけください。私が出品しておりますデスビのオーバーホールキットはちゃんとかしめれますし、この辺のオイルシールであったりベアリング類っていうのはちゃんと有名メーカーの商品を使用してますので、安心してねお使いいただけると思います。ということでね、今回はこちらのデスビを分解してみたという動画でした。分解時にご参考いただければ幸いでございます。最後までご視聴ありがとうございました。